シャタニは、日本の政治家、税理士。石川県七尾市長。石川県七尾市出身。七尾市立みそぎ中学校を卒業。1984年3月、石川県立七尾高等学校を卒業。同年4月、金沢国税局総務部に採用される。1985年4年、大阪国税局に勤務。1 9九十年三月、 近畿大学法学部卒業。2010年7月、金沢国税局七尾税務署に勤務。2013年7月、金沢国税局を退職し、税理士となる。2020年6月15日、七尾市長の福島とよかずは、年内の改装オープンを目指していた、複合商業施設、パトリアについて、新型コロナウイルスの影響で、テナント誘致に、 遅れが出ていることを市議改定例会で明らかにした。駅前再生など市政運営をめぐり経済界などの不満が高まる中、同年7月28日、チャタニは自身が運営する市内の飲食店で集会を開き、人気満了に伴う七尾市長選挙に立候補する意向を関係者に伝えた。集会には衆議院議員の近藤和也、 七尾商工会議所副会頭らが出席した。自民党県議の和田内光造は不島市政を公然と批判し、和田内の他市議会第二会派新政会も茶谷を支持する方針を明らかにした。同年10月25日に行われた七尾市長選挙に学校給食費の無償化や議員報酬増額の凍結などを公約に掲げて立候補。 衆議院議員の西田昌司、自民党県議の清水誠一郎、市議会第一会派、奈良会の市議らが推した現職の福島とよかずらに候補を破り初当選した。当日有権者数44,090人最終、投票率63.34%、就任後市長として臨んだ議会で、選挙前に表明していたパトリア解体の考えや、 ゴミ処理施設の談合疑惑について、事実関係を追求され、いずれも撤回に追い込まれる。給食費無償化や市役所出張窓口の復活、議員報酬の削減などの公約をすべて見送り、市民や市議会から強く批判され、公約になかった下水道の値上げ案や、組織機構の変更案は、議会で否決される事態となった。ありがとうございます。